2009年のアルカーイム・アルカーイムは、イラク西部のアンバール県北部のアルカーイム軍の軍と、首都バグダードから約4 0 0キロメートル北西に位置し、市内には、ユーフラテス川が流れる。シリアとの国境に接し、シリア側のアブカマルとアルカーイムを結ぶ道は、中東の主要道である。2015年7月1日の人口は7万1800人で、アンバール県では、 ファルージャとラマーディーに次いで3番目に大きい。20世紀初頭のアルカイムにはキャラバンサライや警察署があったが村はなかった。1976年1月、ベルギーの建設会社が科学工場を建てた。1982年までは近郊のアカーシャート鉱山で採掘された林を加工していた。1984年から1990年、 ウランの生成工場があった。2003年にアメリカがイラク戦争を始めるとアルカーイムは近隣のアメリカ軍のガンドン基地への襲撃の拠点になった。アメリカ軍はここを外国人兵士の入国拠点で戦略的に重要だと考え2週間をかけてすべての建物から反乱軍を見つけ出すと多くの労力をかけた。2005年4月7日 反乱軍が占領し、警察やアメリカ軍側のイラク兵は追放された。5月8日、アメリカ軍は、マタドール作戦を発動し、激しい抵抗にあったものの奪還した。その後再び反乱軍に奪還され、イスラーム法による統治が行われた。2014年8月、アイソルに占領された。11月8日、連合軍の空爆によって、 アブーバクルアルイコールバグダーディが負傷した。2016年12月7日、イラク軍の空爆によって ISIS の兵士を含む100人が殺害された。2017年11月3日、イラク政府軍はあるガイムを奪還し、ISIS は追放された。ありがとうございます。